はい、どうもどうも、こじまです。今日はこちら、すみこ暮らしお部屋の隅で旅気分すごろく遊んでいきましょう。前回はサムサムマップで遊んだと思いますので、今回はまぜまぜマップで遊んでいこうかと思います。ではでは、隅っこを選ぶんですけど、前回白熊がお休みだったので白熊で遊んでいこうかな。あとはお任せでいきます。お、とんかつがお休みですね。ではスタートです。いろんなねところが混ざってるマップですのでね、一つのマップでいろんな楽しみ方ができますっていうようなマップです。タピオパークっぽいのもありますね。それではまずはツアーに出発する順番を決めていきましょう。サイコロ目が大きいほど早くサイコロが振れる。よし、来い。5。お、一番でかい。みんなちっちゃいな私だけちょっと大きかったね。他の子ちっちゃい。はいはい、並び替え終了。私が一番目でサイコロ振れます。で次はね、目的地をね教えてくれます。ここに集合ね、みんなさあどこだい。さあ、ふわふわ飛んでいって、案内してくれた場所はここ。なんだそこ、結構遠くない？一番初めに着いた人が5000タピマイルゲットです。お、近いんか。あ、近そうだね。ではツアースタートです。5000タピマイルは大きいからね、着きたいですね。10、あ、近。じゃあ5か6がいいな。564、どれか。白くんは頼んだよ。あ、イベントマスがあるんだ。どうしよっかな。ただイベントマス、イベントマス行くか。はい、いいイベント来い。外れ棒にあったようですなんか外れ棒ってもう外れて書いてあるからさ、いいイベント来るかちょっとわからんね。外れ棒は同じアイスキャンデーの外れの仲間探してるみたいです。白熊は外れ棒にアイスキャンディー代10タピマイルあげました。外れイベントですね。あれあ、外れたアイスキャンディー代あげただけじゃん。あらー、失敗。次ペンちゃん、せーの、はい。5、いいな、大きい数字。君さっき低い数字だったよね、順番決め。あ、マイナスだ。じゃあいいやマイナスだ。マイナス500もでかいね。次トカゲ、トカゲ強いんだよねこのゲーム。さあどうする。まずは、お、強っ。次読んでたら目的地つきますね。あ、そっちじゃなくない？買い物するんだね先に。へー、選んでアームカード。これはね、選んだ隅っこがランダムに変な場所に飛ばされちゃいますよっていう、そういったアイテムですね。次猫ちゃん、さあどうする。猫ちゃんはみんな大きい数字出してるよ、私以外。あ、ちっちゃい仲間仲間だ、ありがとう。はい、うん、私は買い物マスに泊まりたいな。1でもいいかもしれない。あ、でこのねマップはね、タピオカの財布に500タピマイルずつ入っていくんですよ。あ、でもターンが進むことによって額が大きくなっていくんだけど、あるマスに止まってある条件を満たすと全部もらえるっていうね。はい、説明あるんかいこのマスドリームチャンスマスだね。はい、じゃあ行きます。1でもいいけどね。はい、あ、本当だ、1出た。じゃあ買い物しますか。ちょっと遠くなるけどね。多分サイコロ3個とかあるでしょ。ほら、これこれよ、これサイコロ3個買って念のため2個も買っとく。はい、これで OK。 で次サイコロ3個使って目的地に着くっていう計算です。ただね、この2人がね5出したら着くし。ペンギン、あ、3、危ねえ。戻った。あ、着替えたいの。何、汗かいた、早いね。さあどんな服になるんだい。まだ出てない服があるから、それを涼しいセット。暑かったんだね。お皿もバッチリ準備してありますトカちゃんもつきそうなんだよね。6、さっき6出したよねトカちゃん。あ、嫌な予感がする。あ
ほらトカゲ強い強い、もうついた、はいやはいや、まだ2ターン目じゃないですか、もう5000ゲットですか、早いですね完璧じゃん、すげえ、すごいですねトカちゃん強い、やっぱこのゲームねトカゲは強い、かわいい、これなんだっけ、オペラハウスかな、大きな貝殻が屋根についた歌を歌うためのステージです、オーストラリアにあるやつですね、ドゥン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 、あ私ビリか、うわうわすごい差が出ました、で誰かが目的地に着くと目的地の場所変わるんですよねの前にブラタピが来ました、誰にくっつくんだいそこ猫、私か、私にくっついた、ブラタピはね、うん、お金がめっちゃ取られますよ、次の目的地どこ、あ遠いなこれ、これ遠いっしょ、うーわ遠、これはちょっとつかなそうだね、20何マスもあるじゃん、これはまずいな、猫ちゃん頑張って追いつく、おミニゲームだ、今日初ミニゲームですね、さあ1位取っていきましょう、1位、あこのミニゲーム苦手なんだ、あの子どこなんです、1位はセンタービマイルゲットできますよ、はいこちらのミニゲームはねミニ子たちを探してね待ち合わせ場所を連れていくっていうゲームなんですけども、これ私が苦手としております、タピオカ発見、捕まえた、グイーン、よしよしよし、うわ早いな2人、近くに乗ったんかな、わ猫ちゃん早くない、もう2人目、これどっかおらん、あおおるおるおる、こんな子おる、今揺れたもんね、見えとった、うわ今んとこみんなあれだな、222、あ猫ちゃんが3匹目連れてってる、やばい、この辺おった、おった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 、よしよし3つ連れていけばね、1位になれる可能性がかなり高い、これラストじゃないもしかして、はい終わった、やっと1位取れた、あー初めて1位、2回目どうだろう、珍しすぎる、1位取れました、よかった、センタピマイルゲット、これでちょっとは近づくかな、あとりあえずビリからは抜け出せそうです、まあアイテムいっぱい買っちゃったからね、はいあと8日もあるのに、タピマイルもだんだんお財布増えていってますよ、では次私ですね、ブラタピどうにかしたいけど、あちょっと待って、タピオカード使います、でサイコロ3個カード使いましょう、さあいいの来いよ、キラーン、では行きます、まず1個目、ドン、いやちっちゃ、ちっちゃいな、まずいな、ちっちゃいなちっちゃ、せっかく買ったのに、次はあでかい、30か、30遠いな、どっちが近い、こっちが近いの、あミニゲーム、連続ミニゲーム行こう、得意なやつ来てほしいけどな、なんだろうな、あすみっこマーチン、これはねなんとかなる、苦手だけどなんとかなるゲーム、それではやっていきましょう、音ゲーですね、タイミングよくボタンを押しましょう、なんか後ろ青タピ多くない、青タピしかいなくない、あ増えてきた、ほい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 、ちょっと待って見る余裕がないな、なんか街灯に立ってるの全部青タピじゃない、え青タピそこがかりなの、ここいいよね、このサビの手前の部分みたいな感じの、ここの BGM 好き、お、なんかみんなパイクトじゃない、強いな、今難しかった、失敗したかと思った、適当に押してみたら取った早くても追いつかん指が、
おお、うまいね。あ、失敗した。おお、パーフェクト。はい、私が勝てる理由、連打タイムがあるから連打なら任せて。私に勝てる人おる？よし。てててててセミコルらしい。すげえ、フルコンボじゃない？ノーミス。来た。強かったね、私。さてと、これでまた1000円ゲットですね。あ、でもミニゲーム買って1000円だからね、やっぱ目的地について5000タピマイルゲットするのがね、いいんだけど、難しいね。あ、ブラタピ移動しましたね。誰かに通り過ぎると、ブラタピちゃん移動します。5、大きいね。これ私、浮いて抜かれるんじゃない？あ、そっち行った。あ、猫ちゃんにブラタピつけたかったんかな、もしかしたら。トカゲ。トカゲが今一番近いかな。いや、そうでもないか。あ、使いましたね。誰に使う？私か。まあ、私が今一番近いっぽいですね。目的地。このカードはね、どっかに飛ばされます。どこに行くかは知らん。ランダムっぽい。右右右。あ、地下。トカちゃんの方行っちゃった。これ遠いよね、多分。まあ、下から行けばいいんかな？どっち行く？トカちゃん。あ、下だね。下からも行けるっぽい。お着替えタイム。トカちゃんのお着替え。かわいい服来い。どんな服だい？ててててて、どうぞ。派手なスーツ。おー、派手やね。いいね。かっちょいい。次、猫ちゃん。さあ、猫ちゃん、ブラタピついておりますけども、近くにペンギンがいるからね、ペンギンにつけちゃいましょう。あ、上行った。またミニゲームか。あ、ブラタピ来なかったね。ブラタピ来たらね、違うミニゲームになってたよ。街の隅っこ一番乗り、やっていきましょう。こちらのゲームは競争って言えばいいかな。では、頑張って階段走っていきましょう。この階段ちょっと歩きづらそう。幅が広い。一歩ずつじゃなくて、なんだろう、二歩ずつとかね、やっていかんと登れない階段だ。この階段あんま好きじゃないんだよね。登り方難しくない？これ段差の幅が広い、まあ、段差は多分ねそんなないんだろうけどね、幅が広いからさ歩きづらいやつ。さあ避けてます。おお、避ける。お、今のところ1位連続で取っておりますね。あ、いた。最後、あ、みんな点数近いな。トカゲだけ低いね。うん、トカゲさんはねちょっとタピマイル取っちゃった。あ、抜かれた。最後大丈夫これ。あ、負けた。あ、ペンギンに負けてる。あら、初めての負けですね。2位になっちゃった。みんな強いね。さすがコンピューター一番最強に設定してるからね。そうね、できれば人間とやりたい。あ、順位ずっと変わんない。猫ちゃんも抜けてないんだよね。私なかなか猫ちゃんも強いね。お、プラス800円になったね。さっきまで500円だったけど。さあ次私です。残り22だったタピオカード使いましょう。買っとってよかったかもしれないね。はい、召喚。2以降だから、まあ、66出しても全然届かないね。とりあえず大きめでいきましょう。うん、まあ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 、いいでしょう。じゃあ次、5以上がいいかな。お、でかい。ナイス、6、10ですね。で、可能なら買い物マスに泊まりたいな。あ、プラスか。まあ、いっか。はい。残り12マスくらいかな。なので次66出たら目的地ぴったりつきますね。目的地ぴったりつかないとダメだからね。3。あ、やっぱ上行ったね。買い物マスがあるもんね。で、何買う？あ、やめろよ。あ、よかった。入れ替えカード。これは隅っこたちの場所を入れ替えるやつかな。これ自分と入れ替えるんかな。私と入れ替わったらちょっと嫌なんですけど。あれ、嫌な予感しかしないじゃん。またさ、トカちゃんは5。大きいね、トカゲ。これ私の手前ぐらい。あ、一緒だ。ついてくる。トカちゃんがついてくる。じゃあペンギン、トカゲと入れ替わらん。場所私じゃなくて。さあ次、猫ちゃんですね。猫ちゃんブラタピついてますけど、どうするかな。つけたまま行くかな。2。あ、6。
でかいな。さあ進みます。おドリームチャンス、ナイス。これ1の目が出たらお財布に溜まったタピマイル全部ゲットです。1出せるか。あーでかいでかい、何もゲットできません。さらにブラタピの気まぐれアームサービス、あーだいぶ違う場所に連れてかれました。これがあるからブラタピはわからん。たまにゴールの近くになったりするからね。あ、お金取られたので私2位になったんじゃない。ブラタピのサービスはお金かかるからね。では残り12なので、まあ6とかがいいけど。おー分かっとるし、6万。ただ次ペンギンでしょ。ペンギン私とねなんかしそうなんだよな。買い物します。お、好きなマスに移動できるカード発見。ナイス、金のアームカードゲットしました。次ペンギンです。タピオカード使います。自分と選んだ隅っこ。え、猫なんで、猫近いん、猫と関わるか。あ、これさ移動した後ってサイクル触れるんかな、触れないの、もしかしてどっちだろう。まあ、とりあえず猫が移動します。はい。あーでプラスマスに止まれるんだね。どっちがいいんだろう。次トカゲ。トカゲも12なので、なんだろうな、6でなければいいけどな。出すんだよねトカゲ。どうしよっかな。あ、もしかしてトカゲも買う、アーム。あ、1買ったか。へえ。どうしよっかな、アームなしで行きたいんだよね。黄金のカード、黄金のアームカード。そうなので自力で6出した後にさっきのアイテム使おうかなって思ってる。ただトカゲが6出したらダメなんだよな多分出さんど。あ、ドリームチャンス2回目ですね。猫ちゃんチャンスですよ。さっきは6でした、今回は。お、また6か惜しいなあ。ディナーサービスはまあいいかな。300円、はい、お魚どうぞ。次私で、今持ってるアイテム使ったら目的地絶対つけるんよ。ただ私は使わずに自力で6を出していきたい。アイテムがちょっとねもったいないので。白熊頼んだ、6よ6。うー、ダメだったか。次アイテム使うしかないかな。トカゲが変なことすればあれだけど。さあペンちゃんは次は何を出してくる。2ミニゲー、あ、ドリームチャンスあるじゃん。猫ちゃんが今んとこ2回失敗しております。ペンギンはどうでしょうか。あ、1出した、一発で1出した。いくら溜まってるそれ。ゲットですよ、総取りですよ。開いた、はい。で3800か。あー、もっと溜まってるかと思った。トカゲ6出すなよ、むしろ後ろ下がっていいよ。はい、4ん2。あー前進むよね。で次4出したトカゲゴールなので、アイテム使うか。最後のチャンス失敗しちゃったからね。さ、猫ちゃんは4も出す。あ、ドリームチャンス、え、今溜まってなくなるお金。あー空っぽですよね。あー、もったいなかったね。でまたお金がねこれから溜まっていきますよと。あと4日、これいくら溜まっていくんだろう。あ、500円に戻るんだ。じゃあアイテム使おうか。はい、目的地選びます。自力で行きたかったな。さっき6出してアイテム目的地ついて5000タピマイルもらった後にまたこのアイテム使えばね2回取れたんだけど、まあトカゲに取られそうなのでね先に取っちゃいます。はいはい、5000タピマイルゲット、イエイ、ありがとう。ウィッ。センキュー。
なんでさっきのアーム3000円で買ったので2000円儲けた感じかな。ゾウだなんかおにぎり持ってるし、一番上ありがたいゾウなんだね。ゾウの気分によってはね、おにぎりくれるらしい。おにぎり食べたいです。お、あげっこ組おるくない。あ、雑草ちゃんだった。これ全部写すの難しいね。おお、並んどる並んどる、それいいね。じゃ取ります。はい、バッチリ、いい写真撮れましたね。これで5000円ゲットで、お、2位まで上がりました。で、ブラタピの移動かな。まずはこれ猫ちゃんくっついたままなんじゃない。ほら、猫ちゃん好きだってブラタピがで、次は目的地の場所も変わるので、どこに来るかな。あ、これ私近いんじゃない、一番。お、あ、ペンギンも近いか。ペンギン結構持ってるね。あ、さっきドリームチャンス成功した件か。こう、じゃあ上かな。はい、はあ、はあ、やっぱそっちが近い。ミニゲーム来た。これで勝てばいいね。なんだろう、得意な作るかな。あー、同じか。じゃあこれはさっきやったの勝ったしましょう。多分勝つ。はい、勝ちました。結構ミスった結構失敗したけど、まあ勝てたので大丈夫でしょう。はい、これで、あ、追い抜いた。よし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 、よし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 、次トカゲです。トカゲが残り15マスか。1、あ、ちっちゃい。これでプラスでゲットしていく。あ、トカゲに抜かれた。次猫ちゃん、猫ちゃんブラタビがいるからね。どうすんだろう、ずっとついたままだけど。5、あ、下行った。あ、ミニゲームだ。あ、来た、ドリームジャンボルーレット。やめなプレミアムなのいつもよりもタピマイルがかかりそう。そう、タピマイル取られるんよ。3000タピマイル払ってない人いますけどね。さあ、ブラタピの特別なゲームになります。失敗すると3000タピマイルなくなります。1回でも失敗すると3000タピマイルなくなりますこれルーレットでね、玉を投げて当たりの中に入れれば大丈夫。全部で3回あります。でも1回でも外れに入るとその時点で3000円没収です。お、とりあえず大当たりとか狙わずに、私は全部成功を目指していきたいと思います。失敗するともうゼロになっちゃうからね。それよかね、もう外れにならないようにしよう。初めはこんな状態だけど、まあ、初めは大当たりになってもいいかもしれない。この辺でしょ。あ、ずれた、1個惜しい。小当たりだ。他のみんなは、白熊猫成功、あとはトカゲとペンギン、私のライバル組だね。めっちゃ悩んでる。何狙ってんだろう。え、トカゲ普通にハズレに入った。え、大当たり入れたペンギン、やべ。大当たりってこれいくらになる。1万円なんだ、大当たり、すげえ。あ、小当たりで1000円なんだね、少ないね。ほら、急にハズレ増えすぎじゃない。どこ、なんかする。パーン、あ、タピオカが。じゃあ、あの3つ並んでるところ取ろう。これ流れ変わるんだっけ。ここ、はずれに入っちゃった。やばい、ペンギンが成功してる。はずれに入っちゃった。あ、猫ちゃんもはずれ。はーい、これ没収っすね。いやー、外したなー。ペンギンやばいな、これ。ペンギン最後も成功したらさ、今持ってる1万1000円全部ゲットできるよ。いや、これや、外れるでしょ。これで当て切ったらもうね、拍手したいわ。大当たり狙いに行ってる。
何この回転の仕方。大当たり狙いに行ってんだ。小当たりでも十分な気がするけど。あ、中当たり。あ、外れた。惜しい。今入るかと思った。あらー。で、こうなると、ゼロになるんよね。というわけで、みんな同点っていう結果になります。せっかく大当たり入れたのに。みんな3000円なくなっただけじゃん。残り3日か。あとちょっとだったね。では私ゴールに近いっぽいので、あ、11か5か6じゃないと厳しいね。それ以外はもうゴールつかない。わー、もう無理だ。ゴールつかなくなっちゃった。はい、じゃあとりあえず500タッピーマイルもらっときましょう。次ペンギン。ペンギン惜しかったね。今ペンギン残り13。あ、ペンギンつかないね。買い物マスに、あ、買い物マスちゃんと止まった。ここでいいカードがあるとね。違うけど、あ、あるじゃん。それよそれ。それを言いたかった。で、次これ使ってピタって止まれば OK っていう感じかな。ペンギンが目的つくとすごいね。あ、猫ちゃん0円になったじゃん。さっきのミニゲームで。トカゲはもうつかないかな。まあ3出して買い物マスかな。あ、でかい。あ、なんでそっち逆じゃね。ペン、あれ、私向き間違った？合ってるよね。あれ、はい、猫ちゃん3。あー、3は何もなさそうだな。マイナスか。あ、まあこれ狙ったんか。運命のサイコロくじ。これ1を出すと5000タピマイルゲットできます。5000ってでかいね。1になっちゃう。はい、あ、惜しい。見えたのに。5000タピマイル欲しかった。次ラスト。あ、あと2日あったんか。あ、じゃあ目的地つくかもしれないね。で、次私でしょ。これ上じゃないの。あ、私道間違ってるじゃん。逆行っちゃった。あ、あ、こっちだったんだ。しまった。もうミニゲーム止まるしかないか。マイナスはもうしゃあないというか。ダメだね、マイナス止まるのは。はーい。あ、またこれ。うん、カットします。はい、勝ちました。フルコンボでした。今日このミニゲーム多いな。これで1000タピーゲットして、あ、追い抜いた。あんま差はないけどね。ギリギリだな。次、ペンギン。ペンギンがタピオカード使って5と6でついたら、うん、やばいね。どうなるかな。5か6出るかな、出るかな。せーの、はい、4。あ、出らんかった。4、6じゃダメだしね。お、6だ。惜しかったね。5、6だったらついとったけどね。なんだろう。買い物か。買い物ね。1だけ進むカードとか、あ、あるね。これ自分が選んだマスだけ進めるカードですね。あ、次つくわ、ペンギン。あと1ターンあったよね。トカゲ。あと2日だから、次、ペンちゃんつきますね、目的地。3。あー、プラスか。あ、抜かれるわ。次猫ちゃんか。ドリームチャンスがチャンスあるぐらいかな。猫ちゃんは2。あら、下。あ、ミニゲームですね。今日ミニゲーム多めですね。うわー、もうこれきたか。またか。参加料全然払ってない人いますけど。次成功させたいね。私2回目で失敗したんかな。で、小当たりだと1000円しかもらえないので、あ、次この大当たり狙ってみようかな。ここ危ねえ。なかなか入ってくれんかった。中当たりに入ったわ。斜めに投げると全然入んないんだね。あんなコロコロ転がるとは思わんかった。あ、黄色失敗してる。猫ちゃんじゃない。黄色黄色猫ちゃんまた失敗しとるやん。トカゲが私のやつに弾かれて小当たりに入って
とりあえず猫ちゃん以外成功。中あたりは3000円ですよね。まあ大当たり狙いたいけど狙って失敗するぐらいだったらもう小で十分。タピオカボーナスみたいなのあんのかな。タピオカ乗ってるマスあるけど1000円分くらいあるんかな。でこれ確かスピードアップがあったよね途中。じゃあ次来た時投げよう。ここやべ、スピードアップの時投げちった。あ、終わった。まあ、あ、青成功、トカゲか。で、ペンちゃん、ラストペンちゃん。早えな、これ。あ、失敗。トカゲが中あたりで成功しております。私、かなり外れたね。急に速くなった時に投げ散った。待っとってもよかったかもね。さあ、ラストです。トカゲがここで成功すると、一気に有利になりますけども、外ればっかりなんですよね。ここで大当たりとか入れたらね、もう完璧ですね、トカちゃん。さあ、何を狙ってる？逆回転もしますよ。そこだ！あ、投げんかった。ん？え？あれ？何をしようとしたんだろう？あの小当たり入れようとしたんかな？外れちゃいました。というわけで、全員0円になりますよ、と。いやー、すげー。みんなすっからかになっていく。あんだけね、いっぱい目的でついたりとかしてたのに。減りすぎじゃない？次ラスト1日でよ。なんかトカゲを追い抜いたつもりで追い抜けてないね。この辺なんかイマスあったっけ？せーの、はい。3か。上がミニゲームだけどブラタピがいるからダメで、左がプラスで、右をプラス。あ、じゃあもうしゃあないか。プラス止まりましょう。あ、で次ペンギン目的つくんだ。あー、ここでの5000はでかいね。いや、ここでの5000は強いでしょう。うん、はい、1しか出ません。完璧ですね。これ狙ってたんか。ペンギン5000タピマイルゲット。一気に1になりました。はい、ナイスキャッチ。パン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 。金ピカの像ですね。みんな集合しております。ペンギンも釣ってるよ。これはスミコたちをいい感じに積んだ月の像。とってもスミコにそっくりな像なので、間違えて話しかけるスミコがいるとこんな金色に。暗いとわからんか。はい、0円からの5000。これはね、びっくりだな。で、次の目的地どこだ？あ、まずブラタピか。まあ私にはもう関係ないな、ブラタピ。誰かに突こうとしてる。ペンギンかな？あ、トカゲだ。トカゲって次のターンだよね。次のターンというか、次の順番だよね。目的地これは、あれ？これ近いのでは？ん？あ、遠いね。遠かった。金ピカだけに近いかなと思ったけど、そうでもないんだ。あ、22だったらつかないね。逆転ミニゲームがあるよ。お？お？来た！逆転ミニゲーム。これでだいぶ変わるかもしれない。みんなからお金をね、集めた後に順位によって額が変わってくるんだけど、1位がね、ものすごくいっぱいもらえる。いくらもらえる？ 5100 円。大きなケーキでおやつの時間、こちらやっていきましょう。上からケーキが降ってくるね。それを食べましょう。お、タピオカとかエビフライのしっぽちゃんとかが皿に乗ってる。食べていいの？あ、やべ、このゲームは猫ちゃんが強い。食べ物ゲームは猫ちゃん強い。私低くない点数今。まあ一応これもね、最後連打タイムがあるからさ、可能性あるとしたらその連打タイムで頑張る。あ、でもコツ掴んだ、コツ掴んだ。なるほど。あ、皿逆回転した。コツ掴んだ瞬間に。せっかくコツ分かったのに。一応ね、お皿の回転に合わせて食べていけばいける。あ、やべ。よし。今のところ1位かな。おお、コツ掴んだおかげでいけるわ。回転どっち？こっち？よし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 。で、こっちはこうしてと。で、こっちの回転は、あ、ラストスパートです。上からケーキ落ちてきました。なんか私だけ逆側にいる感じがして嫌だな。はい、連打タイム、食べろー。はい、食べたー。よし。
よかった。やっぱレンダーあるやつだと私強いな。はーい、ありがとう。トカゲ。センキュー。あざす。トカゲなんか急に調子落としたね。私が目的地着いた後から調子悪い気がする。猫ちゃんは3とか出す ?6 か、でかいな。なんかあるかな?ん?あ、プラスマスか。で、終わりか。はい、残り2数0で終わりになりますね。終了。さあ、みんな集合してください。あ、着替え止まらんかったね。今回のツアーで旅マイルを一番集めた人の発表です。誰かな?今のところ私ですね。ただその前にね、表彰したいすみこがいるようですので、ボーナスが渡されます。表彰されたらね。さあ、どんな表彰されるかな?これランダムだね。たくさん移動、一番移動したのは、私じゃない?私な気がする。トカゲかな?猫ちゃんだった。意外。猫ちゃん、へぇ。で、1個の賞につき3000タピンマイルもらえるので、ここで猫ちゃんが2連続とか取ったら、やばい。あ、のんびり移動は猫ちゃんじゃないね。ペンギンかな?誰だろう?あ、私なんだ。あ、私そんな移動してない。確かに低い数字が多かったかもしれない。あ、ありがとうございます。はい。これで負けなくなりましたね。1位です。はい、3つ目は?マイナス、これ猫ちゃんだな。危なかったね。猫ちゃんに負けるところだったかもしれない。え?ペンギンなの?あれ?そっか、ペンギンも0になってたね。いっぱい持ってたのに。あ、そうなったか。では、結果発表ですね。あ、わかってます、わかってます。私です。さて、この中の誰が1位なのか。果たして結果は、ててーん。私、はい、ありがとう。じゃあ、まあ、分かってましたよ。1位になるって。こんな感じだね。ああ、まあ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 。では、帰りましょう。今回はトカゲがね、なんか調子悪くなってたね、途中。他のみんなはね、後半巻き上げてきたって感じでね。それにトカゲが飲み込まれていっちゃったって感じですね。まあ、最後のね、逆転ミニゲームがなければ私負けてましたけど。いや、うまく勝てました。ミニゲームも今日はね、調子良かったね。一回だけ2位になっただけで、あとは全部1位かな。割と得意なミニゲームが多かったかもしれません。はい、といったところで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。いやー、なかなか白熱するいい旅でございました。次回はどんな旅になることやら。それではまた次でお会いしましょう。ならねー。